今日も最高にしやす。ケピー、イキキのキ、はいはいはい。あれ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 、ゆかり飲んでなくない？ウォウォ虫タオル。対戦よろしくお願いします。今回はこちら、筋トレこそ究極の成功哲学、こちら読んでいきたいと思います。はい、今回印象に残った言葉はこちら、筋トレを続ける上で最も大事なことは仲間を見つけることということで、皆さん私と一緒に筋トレ頑張りませんか？情熱の朝シャワー、朝食作るやーす。オートミール結構が豆乳を投入と回り回ってさあ今重なり合った未来バイバー。はい、明治のチョコレート。バナナバナナよ、時代はバナナ、別れと出会いを繰り返え。はい、今日の朝食のメニューを発表します。初手、ベーコンエッグと鮭です。そして大根、油揚げ、豆腐、ネギのお味噌汁、きゅうりとレタスとチーズのシーザーサラダ、そしてオートビール。この世のすべての食材に感謝を込めていただきます。はい、初手ベーコンエッグですね。そして鮭です。筋トレ生活3日目です。今日は月曜日ということで筋トレをオフの日にしようと思ってます。ただがむしゃらにトレーニングするだけじゃなくて、休息、こちらもしっかりと取っていきたいと思います。ただ休息日に関してもやった方がいいことっていうのがいくつかあって、1つ目がタンパク質摂取、2つ目がストレッチ、3つ目がウォーキングなどの軽い運動、そして4つ目がお風呂ということで、今日は温泉に行こうと思います。しっかりと体を休めていきますからね。完食、ごちそうさまでした。昨日は最高の一日になりました。ありがとうございます。今日も最高の一日にします。どうも、プロタンです。やっほー。本日も筋トレ飯作っていきたいと思います。今回使いますのが、まず、そば、昆布つゆ、生わさび、そして、カジキ、龍角の海苔、早速作っていきたいと思います。はい、まずですね、おそば茹でていきます。はい、そして、茹で上がりの1分ぐらい前に、先ほどのカジキを投入します。湯切って器に盛り付けたら、先ほどの昆布つゆ、こちらかけていきます。こちらの牛角の海苔を振りかけていきます。最後にわさびを盛り付けて完成です。はい、今日のお昼ご飯のメニューは立花さん特製カジキそば、そしてキムチですね。この世のすべての食材に感謝を込めていただきます。本日はカジキそば作ってみました。いかがでしょうか。いや、お魚もね、食べないとね。
じゃあいただきます。なにこれ、ヘルシーで美味しいんです。あ、わさびがいいアクセント出してますわ。この牛角の海苔が本当に美味しくて何にでも合っちゃうんですよ。そしてご飯が進むくんですね。そばはとってもヘルシーなのに実はタンパク質多いんですよ。これもしかしたらキムチ乗せても美味しいかもしれませんね。いただきます。あらー、相性抜群で美味しいんです。あの牛角の海苔とキムチの相性がいいんでかけちゃった方が美味しいですね。キムチカジキそば、これ新たな発見ですわ。キムチとそばって結構合いますね。夏にぴったりなんで、よかったら皆さんも真似してみてください。完食、とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということで温泉行ったら眠くなっちゃいました。おやすみなさい。なるほど。はい、今回は筋肉がつかない理由食事編について調べてみました。1. 朝食を食べない。 2. 空腹時間が長い。 3. タンパク質が足りない。 4. 外食が多い。 5. プロテインに頼りすぎ。私結構空腹時間そのままにしてしまっていたんですけども、理想は 3-4 時間に1回のタンパク質摂取、こちらがいいみたいです。なのでこれからちょっとお腹が空いたと思ったら積極的にタンパク質を摂取していこうと思いました。コロちゃん今日も散歩行きます。温泉行ったらリラックスしちゃった。軽いウォーキングがしたいな。コロちゃんよろしくね。コロちゃん、コロちゃん、鬼の指導者とはこの方のことでしょうか。コロコーチ、お疲れ様ね。はい、一気一気の大きい、はいはいはい。あれ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 、コロちゃん飲んでなくない。ウォー、出たコロちゃんの頭ドリル。突然の凶暴化です。コロ選手情緒が分かりません。はい、ということでおやつの時間ですね。今日はこちら、笹かまぼこ。こちらタンパク質が 3.1g で5個入りですので、これ全部食べれば 15.5g のタンパク質を摂取できます。そしてなんと脂質が 0.2g。 いただきます。ちくわみたいで美味しいんです。これトレーニングの際には重宝しますわ。わさび醤油につければ美味しく食べれます。完食、ごちそうさまでした。はい、ということで筋トレ生活3日目です。まあ今日オフの日だったんでそんな全然変化見られないと思うんですけど、まあ今日調べた内容としてこれからちょっと空腹時間こちら作らないようにしていきたいなって思いました。ですのでお腹が空いたらもう即タンパク質摂取、こちら心がけていきたいと思います。今日の夕飯はブロッコリーと鶏胸肉を茹でただけです。うわー、これ鬼畜でしょう。いただきます。味がないんですけど。完食、とっても美味しかったです。ごちそうさまです。はい、くっそ、もう一度溶きます。チャンネル登録よろしくお願いします。